トレーシングペーパーで版画の下絵を簡単に写すことができます。 A4 のトレーシングペーパーを4分の1に切ったものをはがきサイズの下絵の上に載せます。トレーシングペーパーの方が少し大きいので下絵に重ならないようにセロテープを貼ります。こんな風にトレーシングペーパーがはみ出ている部分に貼ります。次に硬筆用の濃い鉛筆で下絵の線をなぞっていきます。濃くしっかりとなぞってください。この時に下絵の線から少しずれたり形を直したりしても構いません。全部なぞれたら下絵をそっと持ち上げて全部写っているかどうか確認します。写っていたらそっとトレーシングペーパーを剥がします。このトレーシングペーパーを裏返して版に下絵を写します。ゴム板に写す場合は先ほどのトレーシングペーパーを裏返してゴム板にセロテープで留めます。これをエッチングプレスにかけると一気に写るのですが、そんなものはなかなか手に入りませんので、綿棒のようなもので写していきます。ここでは粘土細工に使う丸い棒で写していっています。力を入れてしっかりとコロコロと転がしていきます。トレーシングペーパーがずれないように気をつけて端までしっかりと押さえつけるように転がしてください。これで下絵が写ります。よく写っていないところは爪の先などを使って写してください。全部写ったらトレーシングペーパーを外します。彫っているうちにこの線が擦れて消えてしまわないように油性ペンでなぞっておきましょう。この時下絵を直しながら描いていくといいです。消しゴムはんこでも同じ方法が使えます。これは FP 版といって新しく出たもので硬い素材です。これは先ほどの方法では写りません。
トレーシングペーパーを裏返してセロテープで留めるところまでは先ほどと同じです。ここからは線の上をなぞって写していきます。線のちょうど上をなぞらないと下絵は写りません。気をつけてきちんとなぞっていきましょう。また赤鉛筆を使うとなぞったところがよくわかります。全部なぞれたらめくってみて、きれいに写っていないところをもう一度なぞり直します。全部なぞれたらトレーシングペーパーを外して、先ほどと同じように油性ペンでなぞっていきます。手直ししたいところがあれば、先ほどと同じようにこの時に書きましょう。これで版画をするための準備ができました。